にちは、S&D です。今日はブロックの練習をしていきます。2人組でネットを挟んでボールを押し合って、その後のボールの処理の練習となります。1人がトスを上げて2人で押し合っていくんですけれども、もしそれが難しい場合は3人組で1人がトスを上げて2人でブロックをするという形を取ってみましょう。ブロックの基本の動画にもあったように、ブロックの基礎、基本を意識しながらやっていきましょう。ネット上でのブロックの押し合いは、最後までボールを長く押した選手が勝ちます。最後まで指先、体幹、全ての力を使ってボールを押し込んでいきましょう。ブロックを着地してボールが自分の方に来た時にボールを処理するんですけれども、腕を大きく振ってしまうといろんなところに飛んでしまうので、ちょっと腕を真上に振るぐらいでしっかりと上に上がるので、ちょっとだけ当てるぐらいの意識でやってみましょう。はじめはブロックを飛んでしゃがんで両手で丁寧に持っていくように指導されることが多いと思います。柔らかく落ちてきたボールに対してはもちろん両手で行った方がいいと思うんですけれど、でも実際のプレーでほとんど片手で行かなければ間に合わないシーンが多いので、片手でもボールをコントロールしていける技術を身につけていきましょう。この練習も少し遊び感覚で空き時間に簡単にできるのですが、すごく実際のプレーに近い練習となるので、ぜひ参考にしてみてください。今日の動画は以上となります。ありがとうございました。